はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。今日はこちらですね。うん。仮面ライダービルドの衝撃装填デラックスツインブレイカーです。はい、こちらですね。2017年12月27日本日発売のクローズチャージとグリスが使う武器だね。うん。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい。大きいね、うん、はい、こちらがデラックスツインブレーカーですね、うん、はい、今ね、ビームモードってやつになってますね、うん、こっからビームピョンピョンって出るんだよね、はい、で、ここにボタンがあるんですね、うん、これでビーム出せるわけだ。おー、で、この部分スロットが2つあります、うん、なので、フルボトルとスクラッシュゼリーとか、うん、フルボトル、フルボトルとか、あとはクローズドラゴンとか、あー、ラビットタンクスパック、そうそう、そういうのも入れられるみたいなね、うん、はい、で単4レンジ2本で稼働して、ここにスイッチがあります、はい、では電源オンにしてみましょう。はい、おお、これもアナゴさんだこれ、うん、で、ボタン押してみてくれる、はい、あー、なるほどね、うん、こんな感じ、うん、で、このビームガンを変形させると、うん、おアタックモードっていうのがあるね、うん、このアタッカーっていうのがぷよんって出てきたけど、うん、これでまあ突き刺す感じかね、うん、それでまたボタン押してみてくれる、おお、なんかチェーンソーみたいな音がした、うん、あ、横にチェーンソーみたいなのがついてる。はい、じゃあ必殺をやってみましょう、はい、まずはフルボトルを1本セット、うん、シングルだね、はい、でボタンを押すと発動、うん、シングルフィニッシュって言ったね、うん、じゃあ次はスクラッシュゼリー入れてみよう、うん、これはこうやって上げなきゃ、よいしょ、はい、ツイン、うん、はい、それでボタン、ツインフィニッシュって言ったね、うん、はい、で、ちょっとスクラッシュゼリーが無理やり感がすごいね。そうだね、うん、ちょっと上にこんな感じで上げないとぴったりは収まらない感じだね、うんうん、はい、じゃあ抜くときはここにちっちゃなボタンがあって、そうだね、これで押しながら抜ける感じ、うん、そうだね、はい、じゃあ続いてクローズドラゴンいってみましょう、はい、はい、うん、で、また、うん、レッツフィニッシュって言ったみたい。ービームガンモードの時はレッツフィニッシュって言うんだって、うん、で、ラビットタンクスパークリングもやろうか、はい、多分音声的には一緒だろうけどね、うん、こうやって手に持ってみるとあれみたいだね。ああ、セーザーブラスター？そう、セーザーブラスターみたい。しかもここのボタンがあって打つのがねえ、そっくりだよね、うん、今日こそ衛進を倒す。上決今日もパスを変身。今日こそはパパが勝つ。何？遠くに行ったな。ならばこれだ。ライフルモード。ビームモード。よし、あ、必殺技だ。何必殺技かなら私も。しまったー！うおー！
はい、ということで今回は仮面ライダービルドの衝撃装填デラックスツインブレイカーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方でいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それではチャンネル登録もよろしくね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。